ということで、皆様、秋葉原文化祭トークイベントを来てくださってありがとうございました。まあ、来れなかった方もね、行きたいなって思ってくれてとても嬉しかったです。いや、でも楽しかったね。やし、あのー、本編でも言ったけど、やっぱデビューして、いきなりこうやってね、こういうなんかリアルイベントに参加させていただく機会って本当に、本当に貴重やと思うから、なんか、ずっと楽しかった。<laughs> やっぱりさ、その推し、推し二人がさ、一緒にあの、イベントを出れるっていうのもまずでかかったけど、それよりもなんかその、カメラ越しではあったけど、みんなのなんか存在を見れてよかった。なんかね、おもろかった。<laughs> な,な、なんて言うのかな。何がおもろかったとかではないんやけど、そう、じわじわおもろかった。<laughs> あの、裏でさ、ずっとあの、公演開始一時、え、一時、 公演開始で、その前にリハーサルとかもやってて、午前中から。で、そのリハーサルの段階とか、待機中の時点でずっと、そのカメラが、あの、会場のカメラはずっとこっちから見えてたのよね。だから、入場してるところから、で、会場して1時間ぐらいあったやんか。開始まで。だからね、それまでずっとね、見てた。<laughs> 見てて、ああ、この人イチャイチャしてるなーとか、ああ、ここ出会い中してるーとかね、裏でずっと言ってた。<laughs> 3人で <laughs>。運営さんとかとも一緒に見てたんやけどさ。なんかね、誰やったかななんか、ネクロ先輩のファンの方が隣同士になってたっぽくて、男の人、あんまり詰めたらあかんか。<laughs> まあまあまあいいか。そうそうそう。なんかね、男性と女性が隣同士になってて、多分、 別々できた人なんやけど、男性側がネクロ先輩のさ、なんか人形を持ってて、なんかカバンから取り出したんかなそしたらなんか、隣の女性が、え、私も持ってますみたいな。ネクロちゃんファンですかみたいな雰囲気を出し始め、そして携帯を二人とも出し、ツイッターを確認し始めたのを私たちは観測してました。あ <laughs> あれね、めっちゃおもろかった。 あのね、思ったよりこっちから見えてたね、あれ。<laughs> あ、声はね、聞こえてなかった。そうだから、勝手にこっちがね、当てレコしてたよ。ずっと。あ、どうも、はじめまして。あ、ネクロちゃんファンなんですかえ、ツイッターとかやられてますずっと言ってた。<laughs> そうそうそう。あれね、おもろかったね。そう、やし、あの環境って完全にその、青入高校が好きですっていう人たちしかおらんから、 完全に独特な空間でおもろかったね。A 席はなんか立ち見で人ブースみたいな感じになってて、そう最初ね、なんか思ったより A 席に人が入ってて、あ後ろの人とか見えんのかなと思ってたら、急にね、前の、前の方の方が座ってくださってて、うわぁ、民度よ <laughs> ってなった <laughs> うーん。 なんか、ね、かかったね、ね。あっったたイベントって基本的にさみんなが私たちに会いに来てくれる場やと思うねんけどでも逆にねなんか逆にこっちが会えた感はあるめっちゃ「<laughs> いるーこいつらいる!」って <laughs> お「おお前ら!」ってなってたしそれをなんか見てキャイキャイしてるのを運営に見られてたずっと。<laughs> いやあ、ういういしいねーってずっと言われてた。<laughs> あの、石狩先輩とネクロ先輩がね、なんかあったかかったねちょっとね、あの、石狩先輩の配信、あの、振り返り配信を最初から見れてなくて、そアーカイブで見ーようと思ってたら、あの、えっ、ー、とね、非公開に葬り去られてしまったので、ちょっとどこまで喋ってるのかがちょっとわからへんねんけど、あの、ご飯も行かせてもらいまして、ね。 <laughs> ずっとデヘデヘしてた。<laughs> そう。あ、面言にあんのか。ほな後で見よう。<laughs> バレるあの。プライベートアカウントで名言に入ってることが、あの、バレましたが今ので。<laughs> ちょっと後で時間ある時に見よう。イベント組でご飯行きましょうよみたいな声かけを、なんかスタッフさんありでやってくださって。他の先輩方って割と、 収録とかで会う機会が結構多くて。それこそよく話に上がるの浦目先輩とか、そう、ポプラ先輩とか、天子先輩とかって結構会ってるから、もう結構慣れてたんやけど、石狩先輩と会う機会があんまり少なくて、これまで。そう。だから、今回のイベントで、ほぼ2回目出会って2回目みたいな感じだったから、多分それを気遣ってくださって、多分ご飯行きましょうみたいな。前日ご飯行きましょうか、みたいな。 提案してくださってて。いやーね、マジで、目見れへんかった。<laughs> これはね、先輩も言ってはったけど、目が見れなかった。<laughs> 結構私って人の顔を見ながら喋る方ではあるんやけど、そう。なんか、見れへんかったね。<laughs> え、普通にキモいと思うねんけど、なんか、 あそっちだけ光ってた。<laughs> ちょっと待って。キモキャラにはしたくないねんけど、息吹を。<laughs> ちょっと待ってね。あのね、なんか、ずっとネクロ先輩の顔見てた。<laughs> ずーっとネクロ先輩の顔見て。うんうんうん、ああ、あーあー、言ってた。<laughs> いや、わかるよね。推しとご飯行くことないやん。<laughs> 基本的に。<laughs> ネクロヒからさ 違う、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 違う。ネクロ先輩 <laughs> 喉普通にね、なんか、ネクロ先輩もめっちゃ好きで、そう、なんならトップ2みたいな。いっちゃあの二人見てた方ではあるから、ネクロ先輩も漏れなく推しではあるんやけど、あのね、慣れた。<laughs> 慣れたね。<laughs> 慣れたし、なんか、 推しうんぬん以前に、あの、まんますぎて、なんか、ずっとね、うにゃうにゃ言ってて、変やなーって思ってたら慣れた。<laughs> <laughs> ああ、ああ、いぶきちゃん、朝ごはん、行く <laughs> ずっと言ってる <laughs>。<laughs> 何食べよっかな。<laughs> これ美味しそう。ずーっと言っててさ、本当に推しが、 ね、こんな身近にいることって本当にないから、そう、未だになんか変な感じではあるが、そう。で、ご飯行って、多分ね、最初の2時間ぐらい顔見てないと思う、ほぼ。めっちゃしょうもないねんけど、なんかネクロ先輩が <laughs>、なんか運営さん、マネージャーさんがコンビニ行ってきますよ、みたいな。欲しいものありますかって言って、ミンティア、ミン、ああ、僕ミンティア食べたい、みたいな、言ってたから、買ってきてくれはったんやけど、 なんか辛すぎて、いらない <laughs> って言って、それもらった。<laughs> 今ね、ここにある。一緒。そう、これがね、ネクロ先輩からもらったミンティアです。<laughs> そう。思 <laughs> ったより辛い。<laughs> 上さんもさ、ああ、ごめん、一番辛いの買ってきちゃったって言って。<laughs> でもで、ね、ガチで辛い、これ。<laughs> だから新幹線乗ってる時に、そう、さっき帰ってきたんやけど、マジで。 そう、今日の夕方ぐらいに東京から今家に帰ってきたんですけど、あ、もらったから食べようと思って。で、マスクしてる時に食べたのよ。そしたら、なんか、息が辛すぎて、鼻の上にさ、ちょっと空間開くやんか。そっからさ、マジで辛い空気が一生上に上がってきてさ、もうめっちゃ目痛かった。<laughs> 目が、ずっと、目が、って家やんけど一人やからさ。 <laughs> ずっと迷信いながら新幹線耐えてた <laughs>。